はい、えー、どうも、後藤るきです。ちょっと、シャワー浴びた後なんで、ちょっとこういう形で撮ってます。えー、もうちょっとね、もう結構疲れた感じ、疲れてもう目がもうね、パシュパシュパなんですけども、あのー、僕今日、あの、無投票当選を阻止してねぎらわれることはあっても、まさか上から目線で小言を言われると思わなかった、思わなかったっていうツイートしたんですけども、そこで、それに対して、ね、あのー、一人の方が、あの、いや、別にこの人、いいこと言ってねっていう、 えことを、あのー、リップしてくれたんだけれども、あの、ちょっと、あのー、分かってない人がいるようで、ちょっと俺説明したいと思います、ちょっとこれはあの。確かにね、この人ね、後半はね、いいこと言ってるの。一番最後はね、いいことだと思うんですの今後の活躍を期待しております。これからも日本国のために頑張っていってください。これは全然いいの。これは、あ,あ,り,ありがとうございますじゃん。で、その上から、上がちょっとね、これ、こっから微妙になってくるんだけど、 あなたの政策の良い部分もあり、あなたの政策も良い部分もあり、てめえ何様だって言うんだうお,めおめえ、おめ誰だよって、マジでこうね、もう名前さらして、ね、あの文句言ってやろうかと思ったけど、ちょっと、こんな、ちょっと変なやつだろうから、ちょっと名前はさ、モザイクにしたけどさ。 うてめえ、梅から目つんで何言ってんだ、これなのって、俺はちょっと思いましたけどえ、良い部分もあり、もう少し落ち着いてゆっくり時間をかけて、信頼を勝ち取り、落選しにくい選挙区を選び、確実に当選する方が、あなた自身や国家に対して選挙費用も安く済みますので、少し落ち着いた方がいいかと思います。 分かってんだよ、そんなもんはよ。あえてやってんだ、バカ野郎。てめえ、何様だよ、マジよ。お前、俺の、何知ってんだよ、お前だろ。ちゃん、ちゃんと俺のホームページ、隅から隅まで読んだら、あの、ホームページはブログとか全部読んだら、お前、あ、あの、答え出てんだよ、そんなもんはよ。こいつ、何も知らねえくせによ。女、分かってる。おそんな、アホだろ、そんな。俺さ、選挙9回出てさ、お前、そんな、あの、 分からずに出てるともうかっぽがかやろう。このクソ、ちょっと、ちょっとあの、ちょっと結構あの、口悪くなっちゃって、ほんと申し訳ないんですけれども。はい。だから本当ね、だからもう、まあ、ここ、ここはだから、でもこ、まあ、これはまだね、あの、ギリ、ギリセーフなのよ。俺、俺的には、まあ、ああの、俺のことを思ってくれたのかなっていうのもあるんで、まあ、あギリセーフなんだけど、まあ、ちょっと、 あのなんだ、てめえ、だ誰だよ、こんな野郎、俺くらいせんと。俺はもう世界一の男だと。お前なんだとか、こいつ。だそもそも、俺はだからそういうのをもう考えた上でやってるわけで、当然そんなさ、その選挙区選んで、ここでやれば勝てるっていうの分か分かってるけど、俺は別に、俺がさ、別に普通の政治家、まあ,あの、普通のやり方で普通の政治家になっても、そのしょうがねえだろうがよ、そんなもん。あの 俺らしくやって当選するのがいいわけだろ、あのー、だからもうこういう風なやり方も考えたことあるよ。えー、考えても当初考えたけど、えー、結局その道は俺は行かないって決めたからやってんだよそんなもんはよ、うん。だからそ,そもそも俺は別に、えー、政治家になることが目的じゃなくて世の中を良くすることが目的であって手段のために えー、政治家っていう職業になる、えー、っていうだけであって何が何でも政治家にならせてくださいみたいな感じじゃないんだよこいつは分かってないんだ俺の性格をよクソバカ野郎てめえでまあまあここギリ良かったんですけどもちょっとこれ今後ろから言ったんです今度前から行かせていただきますあ選挙お疲れ様です選挙お疲れ様です今、まあ、いいですよこれ次がもうちょっと腹立つんですねちょっとあれって。 また落選しましたねって。アホかこいつ。こいつコミュ障なんだよ。コミュニケーションがもう、どう考えてもおかしいだろこいつは。選挙お疲れ様です。また落選しましたね。こいつバカにしてんだろこいつは。喧嘩売ってんだろこんなのこいつだから頭おかしいんかなと思ってさ。なんだ、選挙お疲れ様ですの後さ、あの、また落選しましたねってさ、もう、もう完全舐めてんだろこいつよ。その後さ、落ちるかわかってる選挙になんでそんなに出馬するんですかみたいな。 これ,もこれもさ、なんかふざ、な,んかなめてる感じすんじゃん。落ちるか分かってる選挙に、なんでそんなに出馬するんですかみたいな。いや、でもここ、ここまではギリオッケーよ。ギリ。俺も寛容だから。っていうか、こういう質問する人もいるから、ね、そんなにあの落選し続けて、なんで選挙に立候補するんですかすごいですね。みたいな意味も含めて、ねこういうこういう、こいつみたいな書き方しないけど、 なんでそんなに落ちると分かっててそんなに選挙出るんですかみたいなそういうちょっとあのなんつうのいい意味でちょっと聞いてくれる人もいるから割とこいつはなんかもう腹立つ感じで落ちるか分かってる選挙なんでそんな出馬するんですかみたいなこいつこいつはちょっと違うけどこういうテイストの質問はあるからまあまあここギリ OK なんだけどでここは前後来ましたもうこ,のこの真ん中がこれ腹立つもの。 そしてあなたが後から出馬したことにより神奈川県議選横浜市南区が開催されることになりより多くの選挙票がかかったことに対してはどう思いますか知るかボケよこいつアホかもう本当にこれしかもその,そのあこいつ何言ってんのって話のなのなぜこの人はあなたが後から出馬したことによりってさ後からってさなんか立候補の期日があってそれ過ぎてからさすいませんちょっと あの俺、やっぱり立候補していいですかっていうさ、そんなんだったら後からっていうのも分かるけどさ、立候補するさ、その届け出っていうのはもう一日しかなくて、その、その日に投票した人は別に、もうみんなその日なんだから、後からもクソもねえんだ、こいつよ。何考えてんの何言ってんじゃん、こしかもさ、後からとかさ、俺が急になんか、やっぱ出えよ、みたいな感じでさ、なんか、思ってんのか、なんだか知んないけどよ。 そんな、そんな風に別に、俺もちみいろいろ緻密に考えて、えー、考えた結果、こういう形にしてるだけでな、てめえが後から出馬したとかさ、決めてんじゃねえクソろうって俺は思いますよ。で、あの、選挙が開催されることにより、より多くの選挙費用がかかったことに対して、どう思いますかってよ。こいつ、舐めとんのかよ、お前は。基本的に、あの、無投票になるところを選挙になってよかったです、的な、 いやありがとうございます。的な感じなことを言われる、言われたりはしたけど、こいつみたいに、俺が選挙に出たから選挙費用かかったこと、どうすんですかみたいな、この、批判するようなことを言ったやつ、初めてだよ、こいつ。頭おかしいんかって、これ民主主義社会でさ、頭おかしいんかと思うす別に民主主義、俺は絶対してねえから、別にどうでもいいんだけどもし民主主義っていうものをさ、 えー、よしとするんならばさ、こいつ冒涜してんだろ、だって。でそもそもさ、あのー、より多くの選挙費用かかったことに対してって、そんなんビビたるもんだよ、ビビたるもん。全く選挙が行われ、百歩譲ってさ、全く選挙が行われてないところでさ、俺が立候補したことによってさ、選挙が開催されたとかったらこいつの言ってる意味わかるよ。でも、もともと選挙あるんだから。俺のさ、 俺の横浜市は、えっと、神奈川県知事選挙、神奈川県議会議員選挙、横浜市議会議員選挙、もう三つの選挙が同時に行われてたわけ。その一つの選挙が、えー、神奈川県議会議員選挙で俺が立候補した選挙なの。でそれが無投票になったとしても、二つの選挙は必ず行われてんだから、あの、二つだろうが俺、俺が選挙に出て三つになろうが、もう、 大して変わんねえんだよ。投票用紙がさ、増えるとか、投票箱を設置しなきゃいけないとか、もうそのレベルなんだよ。こいつ何なのより、なんかすげえ俺がさ、選挙に出たから、費用がかかって、お前どうするんだ、税金の無駄になるじゃねえかみたいな、この、こいつのなんか、あ、あのー、ニュアンスはもう何なんだって、こいつ。もう腹立つわ、ほんとマジよ。 ああのー、だからもうゼロからそのゼ,ロのゼロだったはずの選挙が1になるんだったらこいつの言ってることもまあ、えー、分からなくもなきゃ分かんないよ100歩譲ったとしてこいつの言ってることもまあ分かるけどもともとだって選挙をやるように2つの選挙をやってるんだからそれに俺が加わってさ3つになろうがもう変わんねえんだバカ野郎ってよ俺は思うしそもそもこいつの考え方こいつのさ思考はええー 落ちる選挙に出るのは無駄だみたいなことなわけじゃんあの当選しないのに出るのはやめてくれみたいなことなわけじゃん当選する確率の可能性がないのに出るのは選挙費用がかかってもったいないからやめろみたいなことの,の思想の持ち主だろこいつ、こういうやつがさ日本ダメにしてんだよ、ツイートでさ、書いたけど、だってさ、 あの選,挙選挙ってさ別に当選するためにあるわけじゃないんだよ。当選するために選挙があるんだとしたらさみんな選挙なんて立候補できねえだろうがよだってもう大手政党がさあのやってたりお金あるところとか宗教団体とか労働団体とかいろんな組織がさいるんだからさそんなと必ず当選する人しかさ選挙立候補しないとみんな選挙立候補しねえだろ馬鹿野郎って俺は思うし。 そもそも、さっきも言ったけど、その、当選なんていうのは目的じゃねえんだよ。あの、手段なんだよ。当選なんてしなくたっていいんだよ、そんなもんはよ。あのー、当選するためによ、清き一票くださいだとかよ、あのー、土下座してさ、えー、お願いしますとか言う人もいるしよ、クソだよ、そんなもんはよ。あのー、選挙っていうのは、その、その本質っていうのはさ、 えー、この国を、この社会を、この世の中をより良くするために、いろんな意見を、えー、出し合って、えー、いい意見に集約しようっていうことが、えー、その選挙の醍醐味っていうか本質だろだからいろんなさ人が立候補して、いろんな意見が出てきて、あ、その意見いいねっていうのをこう拾い上げて、えー、当選した人が、ままあ、なんつうんだろそういう思いも組んで、 まああの別にまあ当選した人の思想ももともとの思想もあるだろうけどそういったいろんな意見あってなあれは使えそうだなとかじゃあちょっと参考にさせてもらおうとかそういうのが選挙の醍醐味だろ本来それをさ政党で対立したりさえ自民党は自民党あの共産党は共産党でもえ対立してもうそもうあちらの意見は聞かないとかさそんなアホだろだからそんなもんはだからもう選挙でいろんな選挙が選挙その選挙に出ていろんな いろんな候補者が出て、たくさん候補者が出て、その中でいろんな意見が出て、それをブラッシュアップして、えー、その、それをこう、良いものにこう、作っていくみたいな、それが理想じゃん。うん、そうじゃなかったらさ、その、ご、その、民主主義というかさ、みんなで決めようみたいなのがさ、あの、意味ないというかさ、当選するから、当選する人だけ、 ででてえー、なんかなんてうの、形だけの投票みたいな、そんなんクソだろ、うん。そんなぶっ壊してやるから俺が出てるわけじゃんかよ。本来は、教託金ゼロにして、いろんな人が出て、いろんな人の意見をね、組み上げて、あいろんないいものを作っていこうっていうのがさ、俺は健全なさ、民主主義、健全な社会、健全な選挙だと俺は思うよ。それをさ あの、当選し、する人だけ出て、こいつみたいにさ、お前落選する、落選してお金かかるんだから、お前出るなみたいな。なんで出るんだみたいな。もう最低だろ、こいつ。こういう奴がいるからって、国とか、こういう選挙のそのダイナミズムとか、政治が停滞するんだよ。だって、こいつの論理だったらさ、 あのー、勝てるやつしか出,、ね、出ちゃダメですみたいなこと言ってるわけだろこいつ頭おかしいんだよマジよこういうクソがよ世の中ダメにしてんだよ、うん、だから俺はあのー、まあなんつうんだろう、まあ、いろいろ無謀な選挙は出てるけども選挙っていうのはこう出るのは当たり前なんだよって普通なんだよってそういうの、あのー、俺は身をもって、えー、お前たちに伝えたいし もちろん、その、供託金を低くしようとか、廃止しようっていう、俺は主張してるし、俺が政治家になったら、撤廃、撤廃するから、少なくとも10分の1以下、最低でも、できれば俺、廃止、で、なんかいろんな人出て、大変だとか言うけど、それで、なんか問題あんの、それでさ、いいじゃねえか、あの、それで。 え選んでさ選べばいいんだからさうんだからそんな無投票になるよりは俺はマシだと思うからそれにいろんなさ意見とかさえ議論して、えー、いい制度にすればいいだけじゃんなんか、あのー、一般常識テストとかやってもいいしさ、まあ、いろいろあると思うその議論はできると思うから少なくともあのー、供託金が高いっていうことは あの選挙が活性化しないから俺は良くないと思ってるし、あのー、結局こういうバカがさあのお金がかかることなんか分からないかんないこと言ってる,く来るわけだからそういうなんかもうもっと選挙ダイナミズムある、あのー、躍動的なものに寄らしたいと思ってるし、あのー、だからこれ,これでねこういう俺が選挙に出てね、まあ、別に。 褒められたいとか別にそう,いうそういうつもりで出てるわけじゃないからいいんだけどこいつみたいにさなんか「お前のせいであのお金かかったらどうするんだ」みたいな書き方するのは俺どうかと思うっていうことだ。うん、だから最後の方はさなんか「日本国のために頑張ってください」って「応援してます」みたいなこと言ってもさその前段階でさこんなにさお前ディスるディスるっていうかさお前こんなだ 丁寧な言葉使えばいいってもんじゃねえからな、お前ら、ほんとに。お前らじゃないけどその、落選しましたねとか、なんで出馬するんですかって、お前のせいで、あなたのせいで選挙費用かかったことをどう思いますかってさ、俺、どう答えりゃいいんだよ。もう、切れるしかねえだろ、お前。ふざけんなってめえこうなるしかないじゃん、そんな、うん。もう、だから、うん、ちょっとコ、コミュニケーションがもう、全然もう、意味不明だし。はい。まあ、だから、うん。 それなね、あのー、そういうちょっと説明させていただきましたけど、だからなんか、この人、だから後半ね、ちょっといい、いい風なことも言ってますけど、全体で見ると、これ、最悪だなっていうふうに、僕はちょっと思っ,て思ってるので、はい、えー、皆さんもね、なんか文章とか書くときね、うまく書いていただけたらと思います。えー、ということで、後藤輝り愛を込めて、お前ら、 愛してるでもうちょっと顔がもうねほんとシュワシュワでもうダメだ本当に。えー、失礼します。